はアメリカのジャーナリスト、写真家、作家、元グリーンベレー隊員、アメリカ軍情報商工、アメリカ合衆国、フロリダ州、ウィンターヘイブン生まれ、1980年代初頭から1990年代初頭までグリーンベレーで活動、1990年後半からフリーランスとして活動を開始、2004年にはイラク戦争に従軍記者として参加。 自身のブログに掲載されたイラク戦争のレポートは勇敢で真実を伝えるものとして読者から高い評価を得る。また4は一貫して米軍の行動を指示をしているが、イラク発のニュースの伝え方に関しては軍広報官をしばしば批判している。2005年5月、米軍将校が重傷を負ったイラク人の少女を抱きかかえる写真を撮影し、大きな話題となった。 2008年に刊行した著書、モーメント・オブ・トゥルース・イニ・イラクは全米ベストセラーを記録。同年8月には活動拠点をアフガニスタンに移し、大手メディア向け報道に当たった。現在は軍事ライター、ジャーナリスト、写真家、ブロガーとして活動している。タイ国在住。AB、元グリーンベレー隊員、イラクでの従軍体験ブログが人気。AP 通信。 2015年2月13日閲覧。イラクブロッカー、ノーツフロムトレンチーズ。2015年2月24日閲覧。AB 小森義久。慰安婦問題で、米国から異色の経歴の援軍登場。週刊文春ウェブ。2014年11月9日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月5日閲覧。マイケル4、小森義久。 慰安婦問題はフィクションだ米国のジャーナリストが語る中国、韓国の嘘、月刊ボイス2015年2月号、PHP 研究所2015年1月10日。ありがとうございます。